有病です。イ、はい、ルドルフさんこんにちは。ちは今日は、えー、ゲストを呼んでますあの。よろしくお願いします。うん さあ、いわスペシャル入りました。あと1分ほどで、オープニング終わってから話します。今日のゲストは、えー、久保田悟さん、えー。今ですね、沖縄の平和記念資料館の友の会で、今会員でいらっしゃって、えー、戦争体験の語り部されている方ですね。学校の先生、教員を歴任されて、今、平和学習をね取り組んでいらっしゃいますけれども、今日、えー、皆さん、楽しみにしてください。 はい皆さんおはようございます土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか「いわ」スペシャルの時間がやってまいりました MC を務めます沖縄・ベタニアチャーチの宮治光ですこれからの1時間弱これは「いわ」スペシャル神様の愛についてイエス・キリストの愛についてお伝えする福音放送ですこれからの1時間ともに神様の愛を分かち合っていきたいと思いますさあ、えー、今日はですね曇り になっちょっと曇ったけどね、あのとってもいい天気ですね、えー、この放送局からいつも言ってますけども、えー、茶谷の海、宜野湾の海が見えます、そして、えー、普天間、えー、基地の返還部分のところに、この放送局は飛び出しておりますので、展望台のようになってて、これね、ずっと工事が始まって、あのー、住宅、 空き家になった住宅ね、どんどん取り壊されていますね、今、半分ぐらい取り壊されてきてますね、何ができるのかな、来週ちょっと調べてね、お伝えしましょうね。さあ、えー、この時期、いつもですね、えー、戦争体験者をお呼びして、お話を聞いております。今日がですね8月6日、あ、今日は原爆、広島に落ちた日ですね。 原爆の広島に、えー、10日の日、去年、あの9日が長崎にあの原爆が落ちた日ですけど、去年はあの被爆者の方を呼びましたね。あの我が沖縄、えー、今、小,小座湯河フ協会の牧師さん、西目、えー、先生のお父様が、えー、長崎で、えー、21歳の時被爆されてまして、お呼びしましたね。去年、お話聞きましたけども。さあ、今日はですね、 えー、ゲストをお呼びしております伊藤、えー、満氏から、えー、来ていただきました久保田悟さんです久保田さんよろしくお願いいたします久保田さんは、えー、現在70 71なります、ね、一歳なんとですね誕生して間もなく、えー、お生まれになって3ヶ月で 戦争に巻き込まれてそうですね、はい、誕生日はないつでいらっしゃいますか1月の2日あ日1月2日 2>、はい、正月すぐお生まれになってそして沖縄戦がもう、えー、4月から始まってあこちらの方で、えー、巻き込まれてお母さんに抱かれながら南部の方で。そうですね、はいえー、もうですから大変な経験をされて。 え本当に生き残ってということで、また今日はね、お父様がね、学校の教員をされたけれども、30代であの防衛隊っていうんですね、兵隊ではないけれども、要するに招集されて、もう兵隊の手伝いをしなさいっていうことで、ああ大変、もうみんな動員されちゃったわけですね。 その体験をされてまた戦後になってね本当に大変なこう苦しみの中から立ち直られてっていうようなことを、うん、そしてまあ平和の尊さっていうことを、あのー、本当にえ感じられていらっしゃるということで今日はあのまた久保田さんの,あの,そのえ大人になられてから話、まあ、これはあの学校の先生をされて。はい ということですけれども、あの本当に平和の唐突さね命の大切さということをまた、えー、お話しいただければと思います。さあ、えー、この放送はですね、FM コザと FM 技能案を結んでお送りしております。FM コザは周波数76.1メガヘルツ、そして FM 技能案は79.7メガヘルツでお送りしております、えー。ツイキャスでも放送しておりますね。えー それから YouTube も流れておりますかね。えー、また、えー、メールアドレスをお知らせします。そちらでもですね、えー、お問い合わせあれば、えー、お答えいたします。聖書のこと、戦争のことと、またあの何か疑問があったら、えー、お寄せください、えー。メールアドがですね、えー、7 9 7 f m g i n o ッ com ですさあ、えー、それではまず1曲聞いてから、えー、久我さんの、えー、プロフィールをご紹介して、まえー、戦争の体験の話をお聞きしたいと思います。1曲目、えー、これはですね「鹿のように」ですね、えー「リビングプレーズ」からお送りします。 この間はね、あの今、会話を入れてると、ええ、これはあのあ、ね、YouTube になられるんですよ、これ、あ,のあ,あれ、インターネットの方で、今の、今の <laughs> まあ、下手なことはしゃべれないですけど、まあ、でこれはあの全国放送、世界中に発信されているんで、<っ>今、なんかすごいですね、<laughs> はい今日はね、いつもね、大阪で聞いていらっしゃる方が、あのちょっと所用で聞けないから、残念って。 先に挨拶くれてだからこの間沖縄にもいらっしゃったので本当<ー>、うん、いろんなところから聞いてくださってあ,<ー>ありがたいですね。 ダルクってあの移動所の施設に保護者なんです。うんすよね、はい。あの自分あの事業グループで仲がいいんで、はい、あの保護指をやってるんですよ。だからダルクのも何度も聞いてます。ああそうですか。実際の体験あの方もね、えー、はい。はい、そうですか。今も現役でやられてるってそうですそうです。今は少年一人預かってます。<laughs> 私の施設がそういう施設なので、はい、私の先生とお付き合いがはいあとこれ8回が出てあと5秒ですねはいはいわスペシャルをお送りしておりますさあ今日のゲスト、えー、久保田悟さん改めてご紹介いたします、えー、昭和20年1月の2日生まれ、えー、糸満市米須 コメスですね,ねお住まいでいらっしゃいます、はいえー、戦争体験はですね本当に、えー、生まれて間もなく戦争に巻き込まれて、えー、最後はマブニですか マブリの方、マブリましょか、ね、まあ自分の生まれがコメス。コメスです。コメスはもうマブリの近くなんですね。すね沖縄でいらっしゃらない方はあのあれですけれども、もう本当に南、あ、姫売りの島。姫記念公園の途中になります。ちょうど真ん中にあるところですね。はいえー、ですからもう南部に最後は本当に,に本当に十何万人のあの民衆とそれから兵隊と。 そうですね、流球詰めになって、はいまあ、15万人以上の方々が南部に集結したとですよねありますからね,そ,かね、はい、その時赤ん坊でお母さんに抱かれながら、えー、本当に逃げ惑ってっていうことで戦後はですねあの大人になられて、えー、理科の、えー、先生小学校中学校,中,学中学校ですか中学,中学校で理科の先生をされそれから、えー、県に出向されてからあ教頭先生また校長、えー、中学の校長先生をやられて。 それから退職された後は平和学習ということでボランティア活動を通じてですねあのまあ中心はの沖縄の平和記念公園がありますけれども間りにあるんですが平和記念資料館の語り部として多くの観光客の皆さんに平和の話その戦争体験の話それから平和についての話をされてます。 あと保護司さんもされてますので私たちの教会ではあのいつもお世話になって <laughs> あそうなんですか私は保護司さんついたことないんですが私も過去そういうような人間だったので、えー、本当ににおお世話になっておりますさあ、えー、そのような、えー、久保田さんですけどもどうですか、戦争の時まあ記憶はないんですけれども状況はどのような。 らね、これです、ね、私、戦争の時は生まれて3ヶ月ということで、はい、赤ん坊でありますので、ええ、母に抱かれながらですね、はい、だから記憶っていうのは全くありません、はい、今、あの戦争体験者、大体あの時の5歳以上の方々だったら記憶になると思いますが、はい、私たちはもうその記憶はございませんし。はい ただ母に抱かれて戦場にいたという体験者でありますので、はい、やはりずっと戦後母は私に語っていましたねそういう面では、うん、戦争の恐ろしさ、うん、あの悲惨さ、うん、そういう中で母が体験したこの戦場が私自身だなということで、はい、そういう思いをずっと抱いてやってきましたこの時はご家族はどういう状況だったんですか 父が防衛隊長ということで、学校教員をしておりましたけれども、防衛隊、もう出ておりまして、ですねあとは家族は私の母、そしてわしの兄、2歳半おりまして、ですね2歳半の兄と私が0歳で、そして祖父母、もう父方ですね、父方の祖父母、それからおば、父の妹です、6名、6名で、もうこの地域を逃げ回っていたという状況なんですね。 お父様は学校の先生をされててもうその当時はそういう役目学校の先生とかはどっちかっていうともう戦争の軍隊の手伝いをしながらこう民衆をその戦争のこう協力者としてまあ導くというか、まあ、そういうようなあの役割を わざななかったというそうでですねそん学校ではほら教え子たちに公民化教育ですのでやはりそれなりの戦場に送り出す子どもたちを作り出すという、うん、そういうこともやりましたしまた教練、うん、いわゆる軍事の訓練も担当して指導者としてやってきた経緯もありましてですね、うん、そういう中でやはり多くの教え子たちを送り出した、うん、まあ自らも戦場に来ましたけれども。うん 最終的には生き残ったという、またそういう苦しみも味わっております、ね、じゃあ、防衛隊で、まあ、隊長で、はい、もう、じゃあ、出られて、家にはいら,いらっしゃらなかった<あ>っていうことです、ね、全くそうですね、<ー>えー、もう終わる頃ですね、6月に入って、はいえー、最後に軍が解散になって、はいで、帰ってきたんですが、もうその間は全くあってはいないですね。 あの司たぶんその前だと思いますね、<あ>18日あたりですかね、軍はもうとりあえず、集団で戦うのはもうやめるっていうことですね、<ー>解散して、私たち家族のもとに探し当ててきたんですね、来、はあえー、たけれども、結局はもう、自分は公民化教育で,で、最終的にはやはりこう自決なんだと。 いうことも腹にあったようで手榴弾を持ってきて死ぬんだという覚悟で来ていたらしいですね。ああ<ー>、はい、なるほどさあその時お父様いらっしゃらなかったということで<え>じゃあお母さんを中心におじいさんおばあさんと一緒にそうですね、えー、お兄さんと妹さんですか、はい、ああ,あの、えっと、お,おばあさんと、はい、どういう感じですか だったたででですすかかその後でまあ聞いた話になるんですかねこれはですねやはりあのー、最初は皆さんですね、えええー、役場の方に呼びかけがありましてですね、ええ、みんな北部に避難するんだっていう呼びかけだったらしいですね、はい、で向こうに行った方々いますけれども私の母はこの独名はいや父が防衛隊長で南部一帯ですね、うん、南部の前線にいたものですから、はい、もう父もそこで終わるんだろうと。あ だ自分たちもどうせどこ行っても同じなんだと、と戦場は。はい、ということで父がいるんだったらじゃあ、南部で最後は終わろうか、もうそれはあれですか死ぬ,です、ね、死ぬ覚悟ですか、はい。それで逃げ回りながらあ,<ー>、えー、あちこち、岩陰に隠れたりなんかやっていたようですね。あそっか、お父様の役割上、も家族もまあ一蓮拓章っていうか、もうこれは沖縄でもう死ぬんだっていうような、うん、もう気持ちが。 ああるる程度あるですかねそうなんです、ねえー、家族もやはりこの戦場の中で生き残るというのは難しいなというのは感じていたようですね<ー>だから結局は、うんまあ、死ぬならどこも一緒<ー>や父もここにおるんだからお父さんが、はい、ならば私たちもこの辺りで逃げ延び,て延びてみようというのがやはる思いいだったみたみですね <laughs> まあ実際北部に行くっても親戚がなかったりすれば食料もなければどこに行くかもわからないので。 まあこう女子どもの足あるいは年寄りと一緒にっていうよう実際、難しい場合も多いかったみたいですよね。実際に福部に行って帰ってきた方々がありますけれども向こうもやっぱり今言うように食料なんでそれもまた向こうでも戦いがあったし大変だったんだということを言っておりますのでね。そそううううでですかかどいれらもう軍が 本当に、えー、アメリカ軍が、あのーまあ、今、見えておりますけどもタンから読谷の辺りに、えー、上陸してそして首里城の地下に、えー、日本軍の守備隊の本部が、まあ、あったそちらに、ね、どんどん来て、ねはい、5月の末に本部が落ちてと、はい、いうことですね。はい、その辺りかからですかもう本当に、はい そうですね私たちの場合はですね、ええ、企業の三3月の23日、はい、うちの父も母もあの学校の教員をしておりましたので、あお母様も。で、学校で卒業式を終えたその晩、はい、いわゆる空襲が始まりましたですね、ああ卒業式の、はい、爆撃、もう急いでですね、学校裏の。 米小学校といいますけれども、はい、その裏山の方にいわゆるゴー、ガマがありまして、ですねそこに避難をして、はいえー、一晩はそこにいたんだと、翌日朝、出てみると、もう昨日まであったの学校が、ななくなって完全にもう瓦礫と化してしまって、ですね<ー>もう全くなかった。あこれはあれですか、いわゆるあの中部に上陸するために、かく乱するために南部に砲撃してい、ね。はい こっちから上がるんだぞっていうんで、こうなんですかね軍の目を向けさせるっていう目的ですかそ,です、ね、でその後に3月26日にあのアメリカ軍がケラマ諸島に上陸しておりますですね。ええええ、でそこからいわゆる体制を陣地を築いて立て直していくということで,えで沖縄方面を攻撃して4月1日にいわゆるこの近くの読谷茶壇の海岸に上陸今本当見えてるんです。 不透明媚な土地になってますけれども、ねうん、こちらからどん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 首里に向かってあの軍軍が南下してくるってことですよね。そうなんですね。はいで、5月22日ですか、あのー、日本軍はよりいろいろ会議を開いてですね、はい、もう南部へ撤退すると決めまして、で、35月の下旬にはもうマブリの方に到達してますね。うんで、その間に私たちは生き延びながらですね、まあ岩陰に隠れて、ある時はこの 我慢、豪の中に、避難しようということで、入ろうとしたんです。はいはい、入ろうとしたら、そこに、いわゆる日本軍もいましてですね、はい。えー、入れてくれない。はい、結局は、また、逃げ回って、岩陰を。そうしながら、最終的に求めたところが、お墓でしたですね。ああ<ー>、はい。あの、沖縄のほか、まあ、これ、あの、本土の方で聞いてらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、あの。 大きいんですよね中が広くできているので開けて中に入れば中がちょうど地下のようになっているそうなんですね沖縄の場合は文中と言いまして一族道東が皆さんそこに一族のいるという感じですね私たちはクボータですのでクボータの皆さんがそこを利用するというしかしこの入ったお墓はクボータじゃなくて別の あ空いていたのでそこに入るしかないともうどこでもとにかく、はい、でいわゆるガマって洞窟ですね沖縄でガマって言いますけどもその洞窟は大きいところは全部軍があの使ったり、うん、あの作戦の場所にしたりまた避難する場所としても大きいところはもう軍が優先になってくるのでどうしても民衆はまあ,あの本当に隅っこの方にいるか。 まあ出ていけてけっいいうようよよななことでそういうこととになります,ですよね,だか,ねだから最終的にもあの南部撤退した頃になりますと軍も組織的にも,もうほぼそうう組織力はなくなってますのではい、はい、やはり自らの身を守る、うん、自分のは人地日本を守るんだと言いながらも実際には自分の命を守るということで1か、うん、月ほど前にあのガマフヤと。 やられてる具志堅さんに来ていただいたんですがもう最後、着のみ着のままだっていう軍もう兵装がないって装備が、はい、もう本当になんか長襦袢みたいな服でだから骨を発掘する岡山笛であの骨を発掘されてる方なんですが、ね、服とかないってで何もないただ手榴弾だけ持ってるそういうことです、ね、っていうような。はい うちらなんかも、ほとんどちょっとした生活用具を持っていまして、ただ、子供が、赤ちゃんがいる、子供がいるということで、あのあの練乳ですかね、練りミルク、これはたくさん持ってたみたいですね、子供のためには持ってる、自分たちはもう何か拾って食べるぐらいしかなかったという、しかもこの時期はちょうど梅雨ですよね。本当に から雨に打たれるやら、もうちょっと想像をつかないですよね、本当に今あの、南部の方に行くと、ですねでちょうどコメスというところは、ですねあの沖縄の細長い、南北に細長い、一番南ですねで、ちょうど真ん中の、えー、陸の中を南下していって、あの海の方に近づくと、コメスというのがあって、それを右に。 南に向かって、えー、右に曲がる、つまり、えー東えー、西の方に行くとひめゆりの塔のがあって、左ですね、えー、東の方に行くと、これはマブに、いわゆる平和記念公園の方があって、もうとにかくこの南部一帯、本当にまあちょっと崖のようになっているところが多いんですが、はい、この辺に本当に、えー、十数万人の、えー、沖縄県民と。 そして守備隊はどうも最後3万人ぐらいがい残っていないですね、ほとんど10万人ぐらいはいたんだけども、はい、ほとんど戦死か、まあ、あの捕虜になるか、とにかく、そので最後3万人ぐらいがまた逃げてくる、だから15万人ぐらいの人がこう本当にぎしぎしと、そうですね狭い数キロ以内に押し詰まっちゃったっていうことですね。 もう住民がいて、そこにあの日本軍兵隊たちが入ってくるという状況の中でですね混在してしまったという混在する中でやはり米軍はもう容赦なく売ってきますのでうそういう中で皆さん、うん、にななっていたっていたとうことなんですね特になんかあれですってねあの6月18日にあのアメリカの司令官が、えー、トップがあの バックな中将戦死しておりますので、はい、特に、この弔い,、まあ、弔いというか、ね、あの報復ということでちょっと無差別攻撃を糸満市の国吉というところになりますけれど前とですかとにかくこの辺になってくるとあの私たちがテレビとかあるいは映画なんかで見る世界とは違う本当にちょっと語るに語れないようなことがいっぱい起こっているということですね。 そこを体験した方々というのは非常に悲惨であったというのは、ですね、うん、もう言葉にならないぐらいの、なのなものがあったような感じしますですでね日本軍もですねあの私の叔父なんかも、マブニで生き残り、公兵隊で生き残りがいるんですけども、結局、本当にほとんどはあの農村とかですね、そういうところから連れてこられて、まあ、 兵隊やっても1年、2年の、ね、兵隊が連れてこられてもうとにかく沖縄で玉砕死になさいということで連れてこられているので、うん、もう最後は、もうねでしかも軍の組織的なその命令系統も壊れているとなるともうめちゃくちゃですね、そうなんす、ね、何のためにこの場所にいるのかも分からなくなってくるような中で、はい、まさにそういうのが理由人だというのは言言葉ででい表してるんでしょうねうんそうですか、まあ、本当にその中でね あのまあ、幾度となく死に直面しながらということをあの、えー、資料で書いていらっしゃいますけどこれはまた砲撃とか艦砲射撃とかその米軍の攻撃も凄まじかったということそうですね。 ね、我慢に入れないそして逃げ延びる、うん、そうするとまあ空からは機銃掃の爆撃があるし、うん、それから海からは艦砲射撃、うん、だからとん、ね、もう歩いてる途中ですぐ右も左も人が死んでいくものですから、うん、もういつか自分たちだなっていういつも覚悟をしながら、うん、もうヒヤヒヤしながら。 うん、逃げ延びていたということなんですねこれはまた洞窟の中大きいところに行こうとするとこれはもうあの兵隊が日本軍の兵隊が入れないといこれ入れない理由もですね、うん、あ私というあの赤ん坊はい、はい、それから2歳半の兄、はい、僕も幼いですので、ええ、子供は泣いたら止まないはい。 結局はあのオン音波ン知機と言いましょうか、レーダー、で見つかるんですね、はい、あの偵察機、あ<ー>私たちはトンボという話で聞い,聞いておりますけれども、偵察、はい、機に見つかると、もうすぐ爆撃されるんですね、うんうん、だから全部やられる、うん、ということで、子供はある意味で言うと、これは、ね、お声が聞こえちゃうってうことですか、レーダーに入っちゃうんですか。はいへー 偵察をしてるんですね。だから偵察してるもんですから、みんな静かに誰も声をかけい赤ん坊は泣いて、泣いたら分かるから、これはレーダーに入るということも。だから子供が泣いたら兵隊がいるとものすごく、だからある面で兵隊も気が高まってますから、子供を殺した兵隊もおりますしね、いろいろ出てくるんです。 殺せっていうようなこと<う>でしょうがなくてもう出ていくしかないっていう、ね、そういうのもあったみたいですねだから私たちはこう入れなかった二カ所ぐらい入ってないですね、うん、入れなくて結局は最初に墓の方になんかあのこのそのがまふやの具志堅さんもおっしゃってたけど民主もう住民があの逃げ惑った場所って本当にくぼみとかまあそういうところなんだってそ<う>動物なんかに入れてないって言ってましたね、はいうん、で。 最後そうですねこの墓でですね、2か月ぐらい6月の初旬あたりまでそこに墓にいますから墓の中で生活って昼間は空爆いろんな爆撃がひどいですので出られないとぎっとして夜静かになった時にこの祖父と母がいわゆる食料それから水飲料水を探しに行くわけです。 そう言っても食料があるわけじゃないし、うん、もう焼けたこの缶詰やら、うん、あるいはサトウキビやらいナんなうのをう拾ってきて<ー>食べてる状態ですね。<ー>うん、でお水を汲みに行った井戸がもうすごいう人が死んで、うん、やっぱり水が欲しくてやってきてここでやられてますね、うん、もう水の中にプカプカ浮いてる人が宇治原を湧くし、うん、この腐った水を2か月間。 もうこれ飲むしかないないですね、生きるために、これしかなかったなということで、よくもあれで耐えてきたなという話はしますけれども、なんか夜ね、水を見つけて、やっと見つけたって飲んで、次の日、太陽の下で見てみたら、死体が浮いて、本当にもう、そういう水を飲んでたってね、あで、これ、ある汲んできた水を見てみたら、うじが中に入ってたってことも言いますから、これ、また夏場でね、またうじがすぐ湧いちゃうんですよね。 本当にちょっと考えられない本当に味方のまあ友軍って、ね、あの当時は言ったみたいですけどもね友の軍って書いて、はい、もうこれはどこでもそうですよねあの南の島々、まあ、沖縄の住民の方々はまた南の島々に移民していっているけども全部軍が先に駐屯して軍が守ってそこに住民が移住していくっていうだから沖縄ももう軍がいっぱいいて軍が守るんだって最初は あったわけでですすよよねそうなん軍軍がについいてれば大丈夫だってだから戦争始まる前も3月までは軍がどんどん沖縄に入ってきますのでもう軍隊が来るとですね私たちは守ってくれるだから学校も軍が使うそれから各宿舎っていうのてないですので各家庭の大きい部屋はいいところはみんな軍に使ってもらう自分たちは端っこの方でというそれも歓迎ですね。 うちの母なんかも、ものすごく軍隊来たらうれしかったという話をしておりますからまあ、実質的にはね、もうその時には <laughs> 大本営って言いますけれども、軍の本部では、もう沖縄は捨て石にするんだっていうこともね、もう分かってたってとだ,と、ね、だから大決戦はやっぱり本土ですし、うん、沖縄は捨て石、うん、米軍としては沖縄をまた一つの足場にして本土を。えー やっぱり決戦は本土なんですね。えー、そうですね。どう見ても沖縄はたで。最初は台湾に行くかもしれないってだけど、<っ>台湾じゃなくて、沖縄にも直に。こう,う、ね、っていすことの決断、ね。だから台湾に第九師団竹部、ね、隊を前もって送り出してしまったんですね。はーはーあ、でも大きな、あ、ですね。はい、軍の弱体につながったんじゃないかなっていう感じはしておりますよね。はあ、まあ、本当に、この。まあ、小さな島って言いますけどね。あの。 まあ住んでみると大きいですよ本当は、うん、だけどここが本当に最後に沖縄のなまあ、日本の中の唯一の地上戦って言われてますけどもここでね特に南部の方でもう本当生産だで、ね、もう全ての機能が失われていくわけですねもう戦争っていうものがもうどん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 こう本当にもうちょっと考えられないようなね 人間性が剥奪されていくということを本当にここの場で起こってるっていうこと本当にねあの71年前は本当に僕なんか生まれてませんしね大昔ですけどもまあでもまだその今日の久保田さんゼロ歳児で体験されてるしもっと年上のねあの先ほどおっしゃってました五5歳以上の人はもう記憶にあるでしょうね間違いなくねだい。 常々言うことはあの戦争の中ではいわゆる人は人でなくなるよこれはまあ軍隊もそうですがお互い親しい人でもやはりなるともう冷たくなって人は人でなくなる助けたくても助けられない目の前で年寄りがそういう助けを求めていても手を差し伸べることさえできないまたやらない。 ガマの中で子供が非常に水を欲しがってるところが大人たちはこの子供に水もやらないっていそういうものがもう戦場の中で普通になっていくもう感覚も麻痺して死体を見てもそういうことを見ても感動しなくなる心が動かなくなっていくそうなんですね恐ろしいですね本当にはいそれではもう一曲聴いていただいてまたえ 小田さんにお話をお聞きしたいと思います。えー、次の曲はですね、えー、清い手を挙げをお送りします。 お頭終わったらちょっと聖書読ませてもらってそれからあのお父様がお迎えにいらっしゃったあたりのところからもし話をまあ戦争の終わりあたりから話聞いてお父様の話とねそれから最後の,あの平和のガをねおいそうですかじゃあもうあれですねお父さんお母さん教員されて。 また、ねクイセンをね、そこなんですね,ね思いが深いですね、うん、だからね最初はそういう学校の先生っていうのは大変だなっていう中で最初は嫌だったんですでもやはりこの子たちが将来社会を担っていくとなったら、うん、やっぱり何か関わっていかんといかんなっていうことで、うん、自分も教員になりましたけどえーうん、大きいですねそうですか 退職した後もそれはもうずっと続いてやっぱり子どもたちのために何かできんかなっていうのは限点になりますね。一個もしかないです。一個もしか一分ほどです。いやでもと,とってもいい話ですね。<laughs> でも思いがねあそれはもうね,ね世代を超えて。はい ご家族の中で伝わっていくって、そうそうそう、ね、それ大事だと思いますね。うんうん、はい。ですね。だからそういうあの体験者がいてい、私たちは体験者であるけれどもやっぱり中身をよく知らないっていう、はい、全く知らないまで今の世代に、ね、なるんですよね。このはい。本当ですね。 はイ、い、ワスペシャルをお送りしております、えー、今日はゲストにですね戦争体験されて、えー、今語り部をされておられます久保田悟さんをお迎えしておりますがさあ、えー、聖書の言葉をお読みしたいと思います、えー、美装人への手紙2章、えー、14節から16節キリストこそ私たちの平和であり二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において 敵意をとはさまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのです。このことは2つのものをご自身において新しい1つの人に作り上げて平和を実現するためでありまた両者を1つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。アーメン <laughs> 本当にですねあのイエス様が十字架にかかられて 私たちの、ね、罪の身代わりとなって死んでくださって本当にあの敵怒りとか、ね、あの人を憎む気持ちを全部この時に十字架にかけてもう葬り去ったとっいうことですね私たちはあの本っとくと先ほどの久保田さんのお話ではないですが状況に流されてです、ね、悪いことしようと思わなくても悪いことしたり ししてしまうわけですねまさに戦争というものはそういうものでありますけれども,もうこの敵をなくしてしまう怒りをなくしてしまう,う、ね、このそれことによってこれが平和の道だということをイエス様は十字架でお示しになれました、えー、もう一つマタイの福音書五章五、えー、節にこういう言葉があります柔和なものは幸いですその人たちは地を受け継ぐからあの本当に 心の優しい人、平和な人、怒らない人、えー、憎まない人、柔、まあ、和な人ね、あの、笑顔の優しい方、そういう人がね、あの、この地を受け継ぐ、本当にあの、この地を支配するのは、あの力の強い人とかではなくて、心の優しい人だっていうふうに、えー、聖書は言ってます。また、平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子とを呼ばれるから。 平和を作るものがですねイエス・キリストに従うものなんですねだから本当に私たちはですね、えー、どのようなあの状態の中でもね本当に万難を排して平和を作る努力をしたい本当に今戦争体験これだけですね悲惨な話を聞き,あの聞きながら71年経ちましたけどもまたこう戦争ができるような、えー、世の中になりつつあるそして状況もね そういうういいい状況にだんだんんんなななりつつあるんじゃないかなっていう話を先ほどちょっとね久保田さんと放送前にお話ししたんですよね誰かがしようしようとかっていうことだけじゃなくて全体的にそんな雰囲気になりかけてないかなっていうことをねちょっとお話したんですがはいまあそういう時代の中でねそういうふうになってはいけないってことをねあの私はあのお伝えしたいなと思ってまあ今日も放送してるんですが。 さあ、えー、久我さん、またお,お話をお聞きしたいんですがさああのー、そういう、えー、戦争の、えー、地上戦の中でですねま、えー、もなく防衛隊の方からお父様が帰っていらっしゃるんですねそうですね、はい、それが6月の半ば過ぎ6月18日あたりだったと思いますね。ははい、はい、あののー、最後満市の トドロキの号っというの大きい号がありましてですね1,000、はい、名近くの人たちがここに避難できるという場所でありますけれども、はい、でそこで解散になったということで,でその時私たちはコメスいわゆる自分たちの住んでるところの集落の方に大きな製糖工場というのがありましてですね、はいえー、そこに大きな砂糖に、えー、煮詰める釜がありまして、はい、その釜の下の方に、はい、あの避難へ。 隠れてたんですね、はい、でそういう時に父が帰ってきましてね、はい、ところがこの父は家族と再会しても喜びの笑顔はない<ー>結局は本人は支流ンと日本刀を持って、はい、家族とともにいわゆる自決を囲れ<ー> 来た、ね、そういうこともあると思いますね。うん、多くの部下たち、あるいは教え子たちを戦場に送り出したという責任もありますし、また自分は最後は玉砕死ぬんだという。まあ当時はもう捕虜になってはいけない,っていうこと、ね、いけないとね。捕虜になったらどんな目に遭うかわからない。は残虐に殺されるし、うん 女はもう強姦されて、そうなんですねまた軍の使命として最後は死ぬんだということをその覚悟で来たみたいですけれども軍の方でもまたこれあるんですね、先人軍というのが先人ありま来て、それをしっかりとやっぱり胸に打ち込んでいたんじゃないかと思いますよね。で来ましてね、ところがそのにあに知り合いの方がおじがおりまして、ですねその方が止めたんです、説得をして。 そう戦争終わったんだ生き延びてこれからを生きるんだとしっかりやるんだということで私流団も日本を全部取り上げて家族としたんですねそれから米軍に連れられて収容所に行きますけれどもところがその後なんですね私たち民間人は民間人の収容所軍隊軍人はまた別に行くんです。

まあ、一緒になったのは戦後ですね、一か年以上の後ですね、はい、家族が一緒になったのは。その頃はし、しかしお父様、お母様はすぐあれですかお仕事は教職に戻ってあの収容所、うん、その後は収容所行きましてね、はいええ、収容所でいわゆる元学校の先生してるのわ分かるもんですから、はいで、そこですぐ先生、あんたは先生をしなさいと。 ということで収容所にいる子どもたちを集めて,集めて、はい、もう教室なんかありませんので<ー>すぐこう広場で集めてすぐあの土の上にあのなんか字を書いたりあれはお遊戯をしたりということでもう先生のまね事みたいにですねさせられてやっていたということもありますねもちろん私たちはもうテントの中での生活がえ始まりましてね。はい 収容所はどれぐらいいらっしゃったんですかね。約六ヶ月いましたですか。そうしてあのお父様はハワイに行かれてまあしばらく向こうにいて、はい、こちらに帰っていらっしゃるというこ一年どれぐらいですか、ね。そうね一年ぐらいかかりましたですかね。どうですかあのまあそのようなですねあの線虫にはそのいわゆる 学校の先生をしながら、まあ、軍国教育公民化教育、まあ、公民化教育というのはみんな天皇の子として、はい、天皇のために命を国に捧げるんだとで戦争になったらもう喜んで死,死んで、えー、というような教育が、まあ、と,とにかく戦争の末期はもうこれ兵隊だけじゃないですね全員そういうようなあの総動員の中で総動員体制の中であのなっていくわけですけどもそして防衛隊の隊長として 自分も知るつもりだったんだけど、説得されて、でもやっぱり気持ちが切り替わるっていうのはすぐ。戦争戦後にならないっていうことです,かね,ですね。もうあとは、すね、うん、あの戦争終わって、あとはもう悔やむって言いましょうか。ええ、もう自分はどうして生きたんだっていう。ああ生きている気持ちに。どう耐えていくかっていうのが大変でしたですね。ええ、私も生まれて、それから幼い。頃ですけれども、うん、やはり父の。毎晩。 お酒に溺れるあの姿もそれなのかなという思いながら今思いますがね約10年ぐらいはより苦しい思いでそれもあの学校の教員ですのでえ教員をしながらやっておりましたですね。で次第次第にうんもう自分は生きたんだからこれから,はその,これこれからの子どもたちのために平和な世の中戦争ないようにそういう子どもたちを作るためにもう頑張るしかないという決意して それからまたいろいろ管理職になって最後は校長で辞めましたけれどもね。じゃあ教員をされながらももうその時は本当に戦後の,あの平和が大事だっていう世界をやりながらでもやっぱり心の中でどうしても納得がそうなんですね,、えー、ねあの子リスさはそうですね人に語れないぐらいだから私は父から本当に戦争の話っていうのを聞いたことはないんです。うん、あ母は 母もだいぶあのから語らなければ風化という話も出てきたものですからいかんなということで語りだしてこれを私が受け継いで今、語り部としてやっていますけれども父は語ってはないですね、私にはお父様は実はね亡くなったのはもう退職の前に倒れて亡くなりましたがね、独自ですね。 じゃあまたその時には喋れなかったっていうことですかねまあ話多分退職した後だったらどうにかまたゆっくりゆっくりってきたんかなっていう感じしますがほとんど喋らなかったですねお母さんあお母様はまだ、えー、ご存知でいるです、ね、あそうですね今九94歳もう最近まで去年あたりまでは、えー、あの語りやっていましたああそうですか、はい、<ー>今もやってませんがね、はい、なかなかねあの本当にこういう話実際にその まあ、いわゆる戦争責任というものが沖縄の方の中であってそれをその戦後に本当に苦しみながらねこう気持ちをこう変えていくというのに相当時間がかかったっていうそうなんですね<ー>だから今もってあの戦争の話を語れない方というのは結構いらっしゃいますから<ー>語らずに亡くなっていったとっいう,うだから子や孫たちもそれを知らないただ戦争に行ったっていう話はあるけれどもうどうだったっていう話は聞いてないっていうのが。 今日あったりしますね,すねだから沖縄戦本当に語り得てないそれでも各自治体あたりいろんな方々が努力して体験談を収録記録を残しておりますね。でも体験者はいなくなっても記憶は残りますので記憶を伝えなきゃならないという役目は私たちにあるかなという,、うんうすね、僕の父はですね昭和4年で岡山県ですからね、はいあの 誰も戦死してないですねうちの方では、うん、あの兵隊に行った人もまた岡山の本当に田舎なんで空襲もなくてで父はですね昭和4年生まれですから終戦が16歳ですこ、はい、れで末っ子だったので兄は沖縄にもまあ来ましたし<お>南方あのー、中国にも行ってますしだ自分は行けなかったっていう思いがですね<ー>これがあの最近までありましたそれです、ね、ずっとね埋もれてたんですよ、うん、でずってもお酒り。 私もある中ですけども、父もある中だったので、うん、あの飲むともう戦争の話、うん、あの兄がこういう階級だったとかね、まあ、要するに自分が生きたかった、ね、死にたかったっていうようなことですね,ですね、うん、だからこの教育は恐ろしいなっていうふうに思ってでその押し詰めた思いがねやっぱりね自分兄弟3人ですけどもみんなあの本当にあの見えないところで伝わってるんですよ。だからこれは…うん あの、本当に怖いことだなと思いましたね。最近感じるようになりました。そう,そうですね。戦争はそれで全て終わりじゃないですからね。うん、受け継ぎますよね。もでも、全てこう残ってい、えー、あの人が人で亡くなる、うん、人は人で亡くなるということは生きるということに苦しみが伴ってくるんですね。うん、そういう意味合いでは非常に戦争っていうのはあってはならないものだ。というのは、うん、また戦争のためのその準備をしていくして。も 極地でも、ね、外で、ね、本当にちょっとした戦争をしないと国が守れないよっていうようなことがな,がなっていくというこれはもう戦前の日本もそうだったわけですよね、はい、だん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 そうなって最後が沖縄戦ですからね、はい、何十年もかけて、うん、だからこういうことを、ね、今、本当にあのなってもいいんじゃないかっていう雰囲気ができ始めてるっていうのを、ねうん、あの感じてるんですけどどう思われますか。やっぱり平、ね、平和だ平和だだ 今、こういう報酬の中で生きていますけれども、やはり、うん、その平和ボケといいましょうか、はい、そういう中で、いわゆる国の方向性といいましょうか、うん、そのあたり、しっかり見つめていかないと、ですね、うん、いずれはその方向に向かないかな、うん、で、あの時もいつもそうですけれども、やはり、敵は作らない、先ほどの話ありましたけれどもね。うん 敵を作るということが平和を脅かしていくということになるんですね、だから敵を作らない、いつでも仲良くできるような外交をやっていくという、僕の口から言うと、ね、本当にすぐ、ね、マスコミ、中国は危ないぞとかね、北朝鮮は危ないぞとかね、あのこういうことを、ね、あの作っていくんですね、これはマスコミだけじゃなくて、また戦前もそうだったんですけど、大衆が、ね、私たち、普通の あの人がそういう,こうなんかですね敵意とかその怒りの矛こつけ場所のぶつけ場所をやっぱり作りたがるんですよね、うん、だこういうことをね本当に作らないようにしないと気をつけていかないとこれ自体がもうそういう流れを作っていくっていうことでだからそういう戦争の道っていうのはすぐ一長一短にできるわけじゃないですね,、うん、ねかだから徐々に,徐々に,徐々にこう流れていきますのでそのあたりはしっかりと見つめてやっぱりお互い、うん 政治の世界もそうですね,ね、やっていかんといかんかなと思います、ね、また子どもたちもです、ね、本当にあのストレス解消でテレビゲームとかでね、シューティングゲームとかって日本は本当にああのあれ良くないと思いますよあの、シューティングゲームとかね、あれ、ストレス解消にしているって、すり込まれていくんですよね、そう,ねそういうようなことがね。だから 自分は戦争嫌いだよとかって言ってても体にそういうものがすり込まれていると流れにこう流れを止められないっていうんですかねあのいつでもそういうあの兵隊にさせられるようなこの身体の状態心の状態が作られていくっていうふうに私は思いますけどもねあのとてもいろんなことがこう危ない状態になってるんじゃないかなって自分は思うんですけどもそういう意味ではねあの小さんの えー、先生のされているその平和学習ってとうこね、はい、特にあの内地のから来てあの資料館の方に記念公園にいらっしゃるあの修学旅行生たちに、えー、もう話されてるようですがどうでですすか反応はあこれですねあの修学旅行で来る中学生、うん、高校生が主体になりますけれども、はい、その子どもたちっていうのはやっぱり本当の子どもたちは各学校で事前学習、うん、そして講話を聞いて事後学習につないでいくっていう。うん 私がこれまで経験している中ではほとんどそういうふうにやっていますねはあ、はあ、そういう中で話を聞く態度も非常にいいですし、うん、聞いた後また感想文を送ってくるわけですが非常にまあ戦争の悲惨さそして自分たちがこれからこの語り継ぐと言いましょうかそういうこともやっていかなきゃという。 この思いを込めた感想文をよられてくるものですから私、うん、非常に心強く思ってますし<ー>これから続けていきたいなっていうのはありますねもう久保田先生、ご自身がです、ね、お父様お母さんが本当にそういう教員をされて戦争、戦中にねそういうい、まあまあ、国の方針に従うわけですからその戦争追っていうね軍国主義の中でそういう本当にあの心の中にねあの 自分はなぜそういうことをしてしまったのかという傷を負いながらまた戦後生きられてそして、息子さんでいらっしゃる久保田先生ご自身が教員になられてね、はい、今、平和のためにあのそういう活動をされているって、ね、あの退職されてあのもうずっと平和についてあの活動されていらっしゃるということですよねなんかその思いがね本当に平和に対する思いっていうのをなんか今日、私は感じたんですがあのいいお話をお聞かせいただいて。 本当にね体験も大変だったと思いますがはい、私もこうして皆さんにお話できるっていうのが非常に嬉しいなっていう感じがいたしますですね、はい、で今平和だと言いますよ、本当の平和は一人ぐらい幸せになれるっていう世の中を作っていかないといけないし、うんね、そうですね本当に <laughs>、えー、はいまもなく、えー、エンディングが近づいてまいりましたあと二分少々ですけどもねさああのー、そうですね今日が、えー、広島に 原爆が落ちた日です、ね、そうですすねねそうはいうあのもう本当にね自分は沖縄に、まあ、ひょんなことから流れ着いてあのここにまあ根が生えようとしてるんですが本当に広島長崎も特別な場所ですけども沖縄も特別な場所ですねそうなんですね唯一の地上戦ね、はい、あの、えー、こっちで本当に、えー、住民まああの 日本軍合わせて米軍も合わせて二十何万人の人がわずか数ヶ月でね,でね死んだという場所ですそして今観光客がものすごく増えてて今年間400え700万人ほど沖縄に来ていらっしゃるそうですが、はい、まあ夏もね今の時期夏休みですからたくさんいらっしゃってるんですけどもぜひ糸、ね、満のマブにの丘にあります平和記念資料館 あの訪ねてみてくださいね広島行ったり長崎行ったらねあの被爆のあの平和資料館とあると思うんですが沖縄いらっしゃったらねぜひあの平和記念資料館にあのいらっしゃって沖縄の歴史をね知っていただきたいなと思いますね、はい、<ひ>そうですねはい、はい、沖縄まあ、そちらでまたあの久保田さんあの今活動もされてますので本当に、えー、これからもね はい、また、また、あの、ぜひ、あの、番組にも出てください。<あ>よろしく。お、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日は、宮地さんの、また、パーソナリティのもとですね。え、感謝。お話しさせていただいて、非常に良かったです。はい、ありがとうございました。あさあ、明日は日曜日です、えー。教会やっておりますのでね、ぜひ教会行ってみてください、えー。聖書を読みなってください。平和について書いてあります。人生がね、あの、変わりますよ。あのー、本当に、皆さんの祝福がありますように、ゴートブレスユー。